このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラ水泳の池愛理です。池愛理、1998年茨城県生まれの16歳、エイベックスチャレンジドアスリートメンバー。パラ水泳には14歳から参戦。 去年10月に行われたアジアパラ競技大会で4個のメダルを獲得178センチの長身を生かしたダイナミックな泳ぎで2020年東京パラリンピックのメダル候補と期待される注目の女子高生スイマー幼い頃から活発だったという池当時はどんな子どもだったのかずっと朝から晩まで走って運動してましたしもうとっても運動が大好きでスポーツもたくさん習ってました いつかオリンピックに出られるような陸上選手になりたいそんな夢を持っていたスポーツ少女に突然過酷な運命が襲った9歳の時左足にできた悪性肉腫小児がんの一種だったあの病気のことはまず本当に説明していただいて分かりやすくであのもうすぐに足を切断してくださいって言われたので。 足がなくなることが本当に考えられなくて、命よりも足を選んだ治療法を選んだので、まあ、まだ受け止めると言いますか？もう、それしか道がなかったっていうのもありますね。足を切断するにもあの命の危険もあったんですけど、もう余命半年って言われたので本当に進行してたので、本当にお医者さんには反対されたんですけど、あの私の意見も聞いてくれて、その足を。 とりあえず優先した治療法を選びました地元茨城の病院では対応できず池は国立がんセンターに入院そこにはがんと戦う同世代の仲間がいた足を残すため池はまず抗がん剤による治療を受けた女の子にとってはショッキングな出来事も髪の毛が抜けるっていうのは お母さんからら伝えられててなくてあのいきなり抜けたのでその時はすごいショックと言いますか何で抜けるんだろうっていうのあったんですけどでもやっぱりあの病院の友達とかも周りも同じような状態だったので、まあ、その友達を見ながら、まあ、こう頑張ってる人もいるんだなっていうのもあったので、まあ、大丈夫、まあ、大丈夫と言いますかあんまり考えないようにしてましたね。 その後、腫瘍のある左足の太ももの筋肉を切除することに手術は無事成功したがその際に神経も取り除いたことで左足首の先に麻痺が残ったそしてリハビリ生活へ手術当日まであの足を切断する確率は本当に大きかったみたいだったんですけどあの、まあ、足が麻痺残ってつらいですかとかよく聞かれるんですけどでも この足が残ったことは本当に奇跡だと思ってるので、自分でも全然今は苦じゃないですし、リハビリは。まあ、辛かったですけど、でも自分の足が残るなら頑張れたかなって思います。退院後、池はスポーツを再開。もともとは大嫌いだったという水泳だった。母がリハビリで一番水泳がいいっていうのを聞いたらしくて、で、あの近所の。 クラブに頼み込んでお願いして始めたのがきっかけですあの1年間、全く体を動かしてなかったみたいなもので、本当に病院の中でずっといたので、あの初めは全然泳げなかったですし、もう全然25メートルも,もういっぱいいっぱいだったんですけど、でもだんだん距離をもっと泳げるようになったりとか、そういういのが本当楽しかったですね大好きなバスケットボールは足がうまく動かない状況では難しい。 だが水泳は多少タイムは遅くなるが全身の動きでカバーできる池は本格的なトレーニングを始めた悪性腫瘍の手術後リハビリの一環として水泳を始めた池退院してから地元水戸のスイミングクラブに通い本格的に取り組むようになった初めは週1回でやってたんですけどリハビリででもだんだん自分が楽しくなってって。 どん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 タイムとかも上がっていって、それでもっと本格的にやってみたいなと思い始めて、えー、育成コースっていうところに入ったのがきっかけですね。はい、そして、障害者スイマー同士が競うパラ水泳大会に出場するように、大会に出てみようと思ったきっかけは、 もうその障害者の大会があるってことをまず知らなかったのであのずっと健常者の方に出てたんですけど障害者手帳を作っあのー、ずっと作ってなかったんですけど父が反対してましてでもなんかいろいろ割引とか聞くのでなんか作ってみたらみたいな感じでお母さんに言われて作ったら紹介してもらって出てみたいなっていう風に思ったの。 きっかけです本当に初めて障害者の大会に出た時に、あに、私よりも重い柔道の方とかもたくさんいたんですけど、まあ、その方でも全然、一生懸命泳いでるのを見て、それで感動しましまたねパラ水泳の全国大会に出場しているうちに、池は才能を認められ、ロンドンオリンピックで水泳のヘッドコーチを務めた峯村文雄コーチと出会う。 やがて池はパラ水泳日本代表のメンバーに多分自分がやりたたいっって言ったんです、はい、今までずっとあのハンデがあった中で競っていたと思うんですよでも自分ではまあ障害者って認めたくなかった部分もあったので、まあ、隠してたりとかもしたんですけどでもその初めてその障害者の大会に出た時に自分と同じ条件で戦えるっていうのが本当に嬉しくて。 でもうこのパラの方でやっていきたいなっていう思いがありましたあの障害者って聞かれると、あのー、皆さん多分一歩引くと思うんですよ引くと言いますかあ障害者なんだなっていうふうに思うと思うんですけどでもあの本当に初めてあの合宿とか参加させていただいた時とかも本当に驚いて。あの 障害者ですけどあの健常者と同じようにそのも自分の目標に向かってあの頑張ってるところに本当に感動して自分もこういう選手になりたいなっていうふうな思いがありましたね、はい、昨年7月大阪で行われたジャパンパラ水泳大会で池はアジア新記録を3種目でマークして優勝一躍注目の存在となった まずは自分の自己ベストを出すことをいつも目標にしてるのでこの大会では自己ベストがたくさん出たので本当にこの大会では自分のいい泳ぎができたのかなって思ってますあの泳いでるときは横を見,見たりとかもするんですけどでもやっぱり結果は自分、まあ、個人競技なので自分のタイムを一番出すっていうのを目標にして毎回泳いでます次の目標は。 世界記録連発から3ヶ月後池はアジアパラ競技大会に出場するため韓国へと向かった国内大会でアジア新記録を連発した池は昨年10月いよいよ世界の舞台へ韓国インチョンで行われたアジアパラ競技大会に初めて出場した4年に一度パラリンピックに次ぐ大きな国際大会だ そううですねもう今まで出てきた中で本当に一番緊張した大会でしたね。ガチガチでしたね、本当に。ガチガチでした、も初日に 50m 自由形で2日目に 100m 自由形っていう一番自分がタイムを出したいっていう種目だったので本当にあんまり覚えてないぐらいガチガチでしたね。 緊張の中池は50メートル自由形で29秒93と出場選手の中で唯一30秒を切るタイムで優勝だが試合後金メダルは嬉しいが納得できないとコメントしたその理由はあの金メダルを取れたことは本当に嬉しかったんですけどでもその自己ベストを出すっていうのが一番の目標だったので。 あのその自己ベストが出せなかったのが本当に悔しくて、まあ、そういうふうに答えたのかなって思いますあの時はもう、自分の泳ぎができないまま多ぶん終わってしまったので、緊張とかそういう焦りが泳ぎに出たのかなって思います池はアジアパラ大会で、金1個、銀1個、銅2個、1人で合計4個のメダルを獲得した。 初の国際競技の大舞台で残したこの結果を、池はどう捉えているのか。初めてそういう大きな大会に出て、たくさんプレッシャーとかもあった中で、あの4つのメダルを取ることができたのは、本当にプラスにもなりましたし、でも、まだまだ課題点もたくさん出てきた大会だったので、今後にしっかりつなげていきたいです。 どれだけ緊張した中で、自分を見失わずに、あの自分の泳ぎができるかっていうのが、多分最後に一番大切なことだと分かったので、それができるように練習からしっかりあのやっていきたいなっていうのがあります一方、アジアのトップクラスと戦って見えてきた課題は。あの海外の選手は本当本当当にに後半落ちない でバってないんですよ。でパワーもあって、自分に足りないのはもう時給とパワーかなっていうふうに思いますね。身長は負けてなかったですね <laughs>。次の目標はもちろん来年行われるリオパラリンピック。障害者アスリートにとって最高の大舞台になる。代表選考において大きな指標となるのが今年7月の世界選手権。意気込みは。 世界選手権では上位にいたいと思ってますし、あの決勝ラインに残れるような選手でいたいなって思っているので、まず世界選手権でしっかり結果を残してそのリオに繋げられるような大会にしていきたいなって思います。MQS っていうあのタイムがあるんですけど、今5種目切れてて出られるんですけど、パラリンピックの種目はうちの私の s エステのクラスは全種目7種目なんですけどその7種目全て自己ベストを出して 50m 自由形で決勝ラインに残りたいです4月13日からあのドイツとブラジルに遠征に行くのでそこで2種目絶対切って世界選手権で全種目に出たいなって思います池は現在 ロンドンパラリンピックで水泳日本代表のヘッドコーチを務めた峯村文雄コーチが主催するチーム、峰村パラススイムスクワッドに所属している障害がさまざまで、あの年齢も幅広いんですけど、同じパラリンピックを目標に頑張ってるチームですね。20後半半ぐららいかか代の前半とか あの練習とかでも結構一緒にやったりとかするので、本当に同じ目標に向かってやってる選手が身近にいるとプラスにもなりますし、勇気づけられたことも何回もありましたし、励ましてもらったこともたくさんあったので、刺激を身近にもらえるっていうのはあります自分を世界へと導いてくれた恩師、峰村コーチ。池にとってはどんな存在なのか。 練習では厳しいですねででも厳しいんですけどでも優しさはあ,るあ,るあります <laughs> あの練習だけではなくてあのプライベートでもいろいろ教えていただいて何て言うんですかね <laughs> コーチと言いますかコーチなんですけどコーチでもあお母さんに近い感じですねはい。 生活の指導もはい、あった方々にはしっかり挨拶をするんだよ。っていうのは本当に教えていただいています。池は競技を離れると都内の高校に通う女子高生。この春2年生になったばかりだが、普段はどんな高校生活を送っているのだろうか。いつも学校終わってから練習なので、まあその学校生活は楽しんでますね。 たたまにちょっっと遊びいいいなっていう思いもあるんですけどでもまあ目標があるのでそれは我慢しなきゃなって思ってます週に2回朝練が入ってるので朝練が入ってる時は4時に起きます <laughs> で学校行く前に6時から泳いでで練習終わってから学校行ってで学校終わってから練習して帰るって 現在東京で家もともとは茨城に住んでいたが、池が東京で指導を受けることになったとき、一家全員で上京しようと決めたという一番大きかったのは、やっぱり2020年の東京が決まったことが大きかったと思いますね、その時に自分も出たいっていう思いもありましたし、そこしかチャンスないと思ったので、もうここで決めるしかないなって思って、東京に出てきました。 初めは寮とかに入るっていう話もあったんですけどでもやっぱりやっていく中では家族も大事なんじゃないかっていうのが出て兄と弟がいるんですけど弟はあの小学校転校しちゃうことになったんですけどもうそういうのも全然受け止めてくれて本当に感謝してます朝練で朝早い時もいつも弁当を母が作ってくれたり。 練習で疲れてる時ももいつも、まあ、頑張ってとかは言われないんですよね、あ,のあんまり、期待してるよとかも全然言われないんですけど、でも、陰で支えてくれてるっていうのはありますね支えてくれている人たちのためにも、5年後、東京でメダルを取って恩返しがしたい、その思いが池の原動力になっている。来年のリオ。 そして五年後の東京パラリンピックを目指し、日々練習に励んでいる池。気分転換はどうしているのだろうか。普段競技の前によく聞く曲は。あの韓国のグループのシャイニーっていうグループが大好きで、ラッキースターっていう曲が。好きです。練習とかであの練習や大会前とかで、気持ちがあまり上がらない時とか。にこの曲を聞くと、本当に。 頑張ろうっていう気持ちになります。あのアジア大会の閉会式の時にシャイニーが出て、その時から好きです。<laughs> あのミーホーが好きですね。初めて東京ドームにあの三月十五日に東京ドームのライブがあったんですけど、初めて見ても本当に <laughs> 好きです。では練習が休みの日は何をしているのだろう。 オフの過ごし方は？もうオフの時は家でゴロゴロしてますね <laughs>。ま遊んだりとかもするんですけど。でも家で寝てることが多いです <laughs>。そうですね。寝てます <laughs>。寝れるんだったらいつでもずっと寝れるんですよ <laughs>。もう12時間とか余裕で寝れるんですけど、朝練とかで。 6時間ぐらいしか寝れないとき、本当に眠くて、なんでも休みのときはもう、2020年、東京でパラリンピックが開催されるメダル候補として期待がかかる池は、その時21歳、競技者としても絶好の年齢だ、5年後の目標はそうですね。あのまず5年後で メダルを争えるようなそのメダルを取ることができるような選手でいたいって思ってますし何て言うんですか憧れのすいわっていうんですかそういう選手になりたいなって思います萩野選手萩野公介選手が本当にすごいなって思います何て言うんですかねなんか自分に甘えないというんですかあの自分に一番厳しくて何でもできるじゃないですかもうそのレースとかも本当に。 レース展開とかもすごいですしもう見てて本当に憧れますねはっきりとした夢はないんですけどでもその5年後の自分がどれだけ成長できてるかなっていうのもありますしあのこのパラ水泳をもっともっとあの盛り上げていきたいって思いますしそのパラ水泳の憧れの選手になっていきたいなって思います。 最後に池から一言メッセージをもらった。えー、聞いてくれてありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。えっ、ー、とあの障害者ってよく見られると思うんですけど。でもパラ水泳パラの方でもパラリンピックの方もあのオリンピックと同じように、その金メダルを目標に頑張っているんだなっていうのを分かっていただきたいなって思うので、もっともっと。 パラリンピックの方にも関心や応援をいただけたらいいなって思います。